なあ君、ちょっと頼みがある。観光客向けではなく、君はそう。なるほど、ごちそうさま。ありがとう。はい、もう集めてきてくれたの？ありがとう、助かる。これで限定品を用意することができるわ。早速調理を始めなきゃ。本当にありがとうね。これでいいか？毎度あり、毎度あり、毎度あり。また寄ってくれ。いらっしゃい。毎度ね。いつでも来なよ。いらっしゃい。毎度ね。こんにちは。いい天気ですね。どうもありがとう。悪い知らせがある。何日か前、ティアラに探掘の目標任務を与えたのだが、まだ帰還していない。あいつの行方について何か心当たりはないか？そうか、こうなったら手の空いている笛持ち全員でティアレの捜索に向かおう。お前も捜索隊に加わってもらうぞ。準備ができ次第お前は捜索に出て構わん。必要ならサポートも連れて行け。急げ。何日か姿を見かけなかったけど。分かったよ。もちろん僕も捜索隊に加わるから。なんだって？ティアレが行方不明？急いで捜索に向かわねえと。
最近なんだか調子が悪そうだったの。ずっと寝不足だって言ってたし、時々咳込んでる音も聞いてたのよね。もしかしたらそのせいで遭難しちゃったのかな。私がリーダーにちゃんと報告しておかなかったのがいけなかったの。それではまた。これでいいかな。これでいいかな。ありがとうございました。ああ、君か。海外のし。
なんか面白い話ねえの？ピコ先輩ってすごいよね。おいおい、お腹すいたな。んじゃ、先に進むか。マジか。よっ、進むか。さすがね、頼りになるわ。よっ、さすがね、頼りになるわ。お腹すいたな。わかんないことがあったら飲んでも聞けよ。さすがね。なんか面白い話ねえの？
腹すいたな。私も伝説作るの。よいしょ。わかんないことがあったら何でも聞けよ。マジやばいな。どうする？え？なんだろうな。何か見つけたのか？赤笛。どうやらティアレのもののようだが、どこで見つけた？この場所か。この地面を見ろ。かなりの血の跡だ。もしかするとこの付近を徹底的に捜索するぞ。リーダー、北側の捜索終わりました。何か見つけたか？すみません、特に何も。わかった。東方面捜索終了です。だけど何も手がかりはありませんでした。南の区域の捜索が終わりました。報告事項なしです。西側も終わったようだな。どうだ、何か見つかったか？そうか。全員撤収だ。ここでの捜索は終了する。さあ、お前も撤収しろ。これ以上は何も見つからんだろう。お前には後で話がある。院に戻ったら俺のところに来い。いいのか、ティアレ君、仲間に何も言わなくて。いいんです、このままじゃ間に合わない。だからあれをください。もう一つ。もちろんあげるとも。あれはまだいくつもあるからね。だけどどうなっても知らないよ。構いません、僕には時間が。うん、確かにこのままでは時間が足りそうもない。私たちの約束を果たすためには。そうですね、行きましょう。ごめんよ。だけど君ならきっと僕のことを。ご苦労。タンクつくみ合いに問い合わせたが、赤笛を紛失したという報告は特にないようだ。
お前の見つけた赤笛はまだ新しかった。ティアレのもので間違いないだろう。どうやらティアレが何かの事故に巻き込まれたのは確実だ。だが納得がいかん。ティアレの身体能力ならあのぐらいの場所で致命的な事故に遭遇するとは思えんのだが。これでティアレの捜索は打ち切りとする。だがティアレと仲の良かったお前が個人的に手がかりを探すことまで禁じたりはしない。普段の探掘に支障のない範囲でこれからも気にかけておけ。だがくれぐれも忘れるなよ。アビスは誰の命であろうと何の躊躇もせずに飲み込んでいく。それがアビスの現実だ。常に覚悟はしておけ。不明になるなんて。あれだけ捜索して手がかりは落ちてた赤笛だけ。ちょっと信じられないよ。一体何があったんだろう。まさかティア、あれだけ一体。もう少し優しく手当てしてもらえないかな。このぐらいは我慢してもらいますよ。海をかき出しておかないと全身に毒が回ってしまいますから。あー、いたた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 。そんなに叫ばないで。はい、これで終わりです。デチアンガさん、あとは毒消しを飲んで安静にしていればいいのですが、この毒に効く薬草は長期保存ができなくて今は手元に在庫がありません。そんな、お金ならいくらでも支払うよ。急いで毒消しとやらを手に入れてきてくれないかな。そうは言われてもお金で時間は買えませんから。おお、君はちょうどいいところに。実はこの前噛まれた怪我から毒が体に入ったらしくてね。このままひどくなると命に関わるそうなんだよ。毒消しの薬草を手に入れてきてくれないだろうか。もちろん報酬は支払う。おお、感謝するよ。君は探掘家なのかい。だったらなるべく急いでくれ。すぐに治療できれば問題ないが、もし重症化するとかなりの確率で命を落とすんだ。いらっしゃい。これでいいか。毎度あり毎度あり毎度あり。また寄ってくれ。こんにちは。これでいいかな。
これでいいかな。ありがとうございました。いらっしゃい。いつでも来なよ。君か、毒消しの薬草は。ああ、これだよ。助かった。間に合ってくれ。とりあえず、できる治療は済ませておいた。あとはデチュアンガさんの体力次第だな。あの後デチュアンガさんの容体が急激に悪化してね。君の持ってきてくれた薬草で解毒はできたと思う。ただかなり内臓をやられている。このまま意識を取り戻さないとダメかもしれない。君のせいではない。体質的にこのように急激に悪化する人がいるんだよ。あ、そうだ、これを渡しておこう。容体が悪化した後、意識を失う前にデチュアンガさんに頼まれた報酬だ。それでは失礼する。予断を許さない病状なのでね。ああ、君か。安心してくれ。デチアンガさんはすっかり良くなったよ。正直助からないと思っていたが、奇跡のように一夜で回復してね。後遺症が出てしまったが、見かけのことだけで済んだようだ。本当に運が良かったよ。デチアンガさんはどこかって？この船にはいない。タンクス組合の本部に行くと言っていたな。大金を支払ってくれた乗客だし、本当ならもっと安静にしていてほしかったんだが。それではよろしく頼むよ。まあ前ん時の倍も支払ってくれるんなら護衛はしますけどね。それにしてもデチュアンガさん、あんたも変な人だね。ついこの間死にかけたってのにまたアビスに潜ろうだなんて。それはね、逆なんだよ。死にかけたことで心残りなくやりたいことをやろうと決めたのさ。私は長い間金に明かせて遺物の収集を行ってきた。だがもはや金で手に入れられるコレクションだけでは物足りなくてね、自らが関わる形でコレクションを充実させていきたいんだ。もっとも気に入った遺物があればいくらでも金を出すけれどね。そんなもんですかね。俺にはよくわからねえが。それじゃ俺は準備の方をいろいろやってきますよ。ああ君か。おかげでこうして生きながらえることができたよ。これはほんの感謝の気持ちだ。受け取ってくれないか。回復してからとても体調が良くてね、特に後遺症もない。およ目の色が変わったか。ミオさんの話によると毒の影響で眼球の色素が破壊されたんだろうとのことでね。まあびっくりはしたけど、命が助かったんだから気にしても仕方がないだろう。とはいえ鏡に映った自分の顔には未だになれないけれど。それでは失礼するよ。次はアビスで会うかもしれないね。